笑点に笑点。こんにちは。はい、こんにちは、どうも。お久しぶりでございます。はい、お久しぶりです、どうも。はい、よかったらお名前をどうぞ。はい、下北沢ブルームーン、カフェバーブルームーンのですね、店長の平石と申します。はい、はい、よろしくお願いします。あのお店取材でも、はい、そうですね、以前ね、歩いてシリーズでも、そうです。出演いただきました、ね。歩きましたね、この間ね、新宿から。はい、もうありがとうございました。これだけストップしてもらいました。新宿からここまで歩いてきました。ね、楽しかったです。はい。はい、で今日はですね、ブルームーンでイベントがあるんです。そうなんです。で今、ブルームーンの中に来てるんですけど、はい。はい、ぜひあのご推薦をいただいたので、はい、ご紹介いただければ。はい、わかりました、はい、で今日はですね、はい、ノンジャンルパフォーマンスユニットボッコボコというイベントが、はい、今日は今この収録しているのは10月22日の土曜日なんですが、はい、今日と明日の2日間 2days ということでね、はい、ボッコボコのイベントがあります、はい、で内容はですね、まあ、簡単に言うと、役者さんとミュージシャンのコラボということで、まあ、お芝居あり歌ありっていう感じで非常にね、面白い内容になってるんで、ぜひね、いろんな方にこういうイベントを知ってもらいたいと思いまして、はい、ちょっと上川さんにお願いして、はい、取材をしてさせていただいているということなんですね。なるほど、はい、分かりました。ではちょっと皆さんここに、ね、いらっしゃいますんで、はい、はい、じゃあこんにちは。こんにちは。お願いします。ボコボコです、はい、これはユニットではないですね、特に。一応ユニットですね、はい、今回プロデュースユニットっていう感じですかね、はい、今日3人が僕と、はい、僕ポンズと申します、はい、でこっちからとしきさん、はい、ポリープたかしさん、はい、で今回ゲストで、はい、入っていただいてるさやかさん、はい、なんですけども、こっちの野郎3人が、ボッコボコの、ユニットのメンバーということになりますね。これは 何集団ですか。なんやろ、なんか最初に、なんやろって何それ、一応ノンジャンルパフォーマンスユニットという名を売ってるんですけれども、最初なんか面白いことやろうやみたいなとこから発足したんで、はいはい、特に、メッセージ性だったりとか、スタイルっていうのはまだないんですよね。なるほど。とにかくもうみんなが面白いと思うんだことを持ち寄って、それでイベントを作っちゃうというようなスタイルで、今回第2回公演を、ここブルームーンさんで、はいはい、打たせていただくことになりました。今日はどういった感じで、どういう中身があるんですか。ですね、前回は、はい、僕の一人芝居プラスライブっていうのがメインやったんですけれども、はい、今回は、このミュージシャン2人にですね、はい、がっつり芝居を、なるほど、はい、仕込みまして、はい、で芝居あり、はい、歌あり、朗読あり、はい、でトークありというような、もう面白いと思ってるものをもうガンガンに詰め込んだイベントになっております。はい、なるほど。だって芝居が好きな方も音楽が好きな方も両方楽しめるイベントになってます。なるほど、はい、一応そのメインがあるんですよね。こちらはお芝居メインというか。そうです、僕が役者で2人がミュージシャンなので、はいはい、一応僕が芝居担当です ですね。なるほどね、はい、で音楽に関しては作品で使う音楽だったり、はい、ライブステージというのはもう2人に完全に任せっきりになってにしてるんですけれど、2人が担当で、僕が脚本とお芝居を担当しております。はい、なるほど、はい、ちなみにそのミュージシャンお二人の役者経験はあるんですか。ないです。ないですね。え、今日初舞台ですか。そうですね。いや、今日は初というか、前回もちょっとだけ。ああ、なるほどね。だここが、そうですね、もうここだけでやってる。完全に無茶ぶりやったんですか。なるほどね。全然やるつもりなかったんですけど。まあ、見どころですけど、今回もかなり無茶ぶりされてます。あ、本当ですか。はい。そうですね。とりあえず、3人は幼馴染なんですか。まあ、地元が一緒で、はい、僕とポリープ君が、はい、中学校の同級生なんですよ、はいはいはい、で、そのまま僕高校に上がりまして、はい、高校は僕とポリープ君違う高校やったんですけど、はい、その高校の先輩と後輩の関係ですね。なるほど。地元はどこですか。地元は奈良県です。奈良県、はい、奈良県からじゃあみんな上京して、ね、今こっちでやってる。はい、そうですね、はい、盆地を抜け出して花の都大東京にやってきたわけですけれども、そう、盆地やから、はい、ボッコボコなんですよ。へこんでるからっつって、ね、あ、本当に、はい、凹凸の凹を2個並べてボッコボ ボコって読むんですけど、はいはいはい、もう盆地という意味です、ね、それはみんなバラバラで上京したんですか。一斉に来たんですか。バラバラですね。バラバラ、僕が一番古いのかな、うん、僕も9年ぐらい経つんですよ。あ、はいはいはい、上京してから、はいはい、で、としきが今、俺今4年目ぐらいですね。で、また1年生ですね。11月、10ヶ月
目ですね。あら、同級生ですよね。はい、えらい差があるじゃないですか。中学校の時からもうそれぞれ僕も役者やってましたし、音楽もやってたんですけど、僕はちょっとね、高校も行ってられるかい言うて上京してそうです、はい、やんちゃったからな言うて今僕とポリ君が26、まあ、今度26になるね。そうで、はいはい、で、1個下か、はい、25ですね。なるほどね、はいはい、どうですか東京で来てみてはい、来てみると意外と普通だったりするんですよね。住めば都ってこういうことなんやね。違うな、ブルームーンがあってよかったな。ブルームーンがあってよかったっす。本当に本当に路頭に迷ってたんですよ。東京ではねネオン街がキラキラ眩しくて涙を隠す場所すらなかったんですよ。そんな時その涙を拭ってくれる場所がブルームーンやったんです。あちょっと芝居が自発的だったすごくめんどくさいやつ。ここに来るきっかけはどういうきっかけだったんですか。きっかけは、はい、ポリープ。僕がですね、はい、携帯でその歌えるとこもう上京したてやったから歌えるとこ探しとったんですよ。一番新しいのに。そう探してそうなんですよね、はい、で最初は役者も求めてるって書いてたから、役者かなポンズ連れて行こう思って、はいはい、でポンズに連絡したら今日は空いてないって言われてでそう誘われた時ね予定が入ってたから行くか言って、うん、でまだ出来たてやねんって俺がちょうど上京した2日後にオープンしたんですよ。はいはいはい、そうだからあこれはミュージシャン求めてる、うん、絶対可愛がられると思って、こすり計算やねん。何ちゅう出さん何ちゅう出さん大きいハマってるじゃん。大きいハマってるじゃん。効果的メニューで、はいはい、まあ2人で行って、うん、もうガチガチに、はい、何飲むみたいな、うん、そんな感じで行って、コーヒーみたいな、お前コーヒーか、俺ビール飲もうかなみたいな、ブルブル震えながら、うん、もう正木さん見てもらったら分かるように一括いから一見こう仁王立ちでもう待ってました仁王立ちみたいなね。で入ってえらい名刺作ってくれるっていう話、はいはいはい、そっからどんどんなお世話になってる感じ、ね、でやっぱ可愛がられてるんですね。そうですね、本当にありがたい話です。旗から見ても相当可愛がってもらってますね。じゃあある程度定期的にライブやったりとかしてるんですか。そうですね、二人とも最初はね、はい、一番最初にやったんだよね、はいはい、一緒にライブやったんですよ。あ、はいはいはい、それ以降はお互い別々のブッキングで、うん、なるほど。まあでも2ヶ月に1遍とかそういうペースでずっとやってもらってるんですね。そうですね、そうなんです。そこお芝居はで、お芝居を初めてイベントという形でやったのは今年の7月か、うん、でここでやったそのボコボコの旗揚げ公演やったんですけど、それも最初ねポリップに誘われて行けなかったんで、うん、でライブを見に来たんが最初やったんかな確か、はいはい、でライブ見に来て、うん、で同郷のポンズですってまさきさんに紹介してもらって、うん、まさきさんを紹介してもらって、はいはい、なんかあったらここで飲むみたいなんで、うん、うだうだ飲んでる時に、なかなかお芝居をこういったライブバーでやるっていう多分需要があまりなくて、うん、あまりやってる人も僕も聞いたことないし、はい、みんなも聞いたことないっていうことやったんですよ、うん、せやからそのライブをやってる2人を見てあええー、なーそんなご定期的にイベントとか組めてええー、なー羨ましいなーなんてことを言ってたらとしきくんがね、はい、急にブチ切れて、はい、ほんならやったらええやんポンちゃんみたいな爽やかやな今そんな爽やかに言ったか俺一応デフォルメしとこうよ、うん、やったらいいやんなんでやらへんの羨ましがってるだけだとあかんねんでみたいなこう熱い言葉をいただいてこのボがそんな言ったそのメス豚がオスやんみたいなことになって、はい、おざわまじゅかみたいなことになったんですけどで、それで落としどころがもう分からへんつるだもん変なことでじゃあなんかせっかくやしじゃあやろうか、うん、でもともとポリープ君と2人でその音楽とせっかくねミュージシャンと役者が一緒におんねんから、うん、なんか面白いことしようやみたいな話もあったんでなるほどじゃあ3人でやろうぜ、うん、っていうことで、うん、そっから初めて芝居一人芝居をやるようになったんですけど一、うんね、人芝居脚本も書いたことないですし、はいはい、そっから初めて書いて、うん、初めて一人芝居みたいなやってやったらすごい面白かったんですよこれ楽しいってなって、うん、でまあボッコボコの、旗揚げ公演も、はい、
おかげさまで好評をいただきまして、はい、じゃあこれやったら定期的にちょっとやっていきたいなっていうことになって、うん、なるほど。そっから僕も一度だけあのブルームさんでブッキングライブで一人で、はい、一人芝居で、そう、音楽のブッキングライブの中に一人ちょこんと一人芝居でサッと入るような、なるほど、ね、イベントにも出させていただいたりとかさせていただいております。はいはい、なるほど。で今日はそのゲスト、はい、ゲストなんていうんですか、ゲストゲストとユニット参加、ユニットってゲストはゲストですよね、ウィズ、ウィズウィズじゃない、ウィズじゃない、ゲストですね、客演って感じです、客演。あ、でもあれなんですよね、ミュージシャンなんですよね、どっちが本業なんですか、うん、もともと役者がやりたくて上京して、高校を卒業してから上京して、はい、専門学校で勉強して、はい、でここ2、3年ぐらいはずっと芝居を舞台でやってまして、はい、その中であの舞台音楽を作ることがあって、はい、そこから作曲をするようになって自分の曲書くようになって、でそのライブをしたいなっていうふうに思った時に探してて、このブルームさんでやって、はい、なるほど。で行って一回見に行こうと思ってライブ見に行った時に出てたのがポリフ君だったんですよ、うん、はいはい、でそれで役者やってたんだって話したら合わせたい役者がいるんだっつって、あ、でもここで会ったの、そうなんです、みんなここで、すごいですね、ね、ゴーね、クリスタリーあれじゃないですか、ネコンパですか、話長いね、いや俺もね、俺もほら毎日ここでやってるでしょ、忙しく、うんうん、いろんな人と出会ってるしね、うん、そういえばさやちゃん初めて来た時とか、うん、こうだったなとかね、あ、そういえばここでこうやって出会ったんだなって俺も今ちょっと思い出したの、 あ、ある程度いきなり振られたんだいや、これあのお店の作った意義の中に入ってるんで、だから非常に ね、 そうですね、だこういう感じでうちの店を通していろんな人が出会ったりね、うんうん、それでまた何かが始まってとかっていう場所になれたらすごい嬉しいんでね、うんうん、だそういう意味ではこうやってみんなでこう何かやり始めてくれたっていうのは俺もすごい嬉しいですよ、それ、うん、ね、はい、さあ、というわけで今日はその俳優、演技と音楽と混じったというか、はい、融合した催し物があるそうですが、はい、どうですか、出来は。出来はね、自信作です。自信作で、はい、大丈夫ですか、さっきリハの風景しましたけど飛んでましたけど、あのセリフが、あのそれそうなんです、僕ね、しまったなっていうか大丈夫かなと思いつつも、はい、さっきリハで飛んでしまった告白という台本なんですけど、はい、あれが一番最初に書き上がった本なんです。はい、で、まあ、結構本番まで期間あるから、はい、これぐらい時間があったら覚えれるやろということで、うん、はい、まあ、1ページ半ぐらいの長台詞をこのトシキ君に振ったんです、はい、これ台本できたから、はいはい、長っって言いましたけど、うん、ちょっと読みが甘かったですね一応予定通りこうリハはできたんですね、稽古はできたんですね。それ稽古は、はい、はい、なるほど。え、今日はどういう流れになるんですか。ライブもあるんですよね。ライブもありますね。演劇もある。はい。それはこうどういう、 こう構成になってるんですか。大体でいいんですけど。まあ単純にライブあって、はい、芝居やってライブやって芝居やってっていうのを交互になっていく感じですね。で芝居をやる側は衣装替えがあるので。はあ、障害もあるんですか。あります。大変ですよこれ。なので、うん、ライブを挟む、はい、まあ、障害とか変装っていうかねそれもそうですね、衣装もあるし変装もあるしということですね。なるほど、はい、なのでそれの時間稼ぎでライブを入れるって形ですね。それが大変なんですよ、また交番表って言ってその出番表を作らなきゃいけないんですけど、まあぶっちゃけこうでかいこう控室があるわけじゃないですからね。そう、どこで披露ですか。こっそりトイレで。トイレで。なんで、あの暗幕も作って、じゃあ お客さんがトイレ行きたいとかだったらどうするんですか。ですね、芝居始まる前に慣れを入れるんですよ途中で休憩がございますので、はい、お手洗いは先にお済ませくださいと、休憩の間にお済ませくださいっていう慣れを入れて、それでもちょっともう分かんねえっていう人は入れますけど、うんうん、基本的にはあっちはもう役者のスペースにしたいなという感じですね。ただもうお店もこういうアットホームな感じなんで、ああなるほどねってみんな受け入れてくれますね、お客様も勝手にお客さんの要望まで言ってやってますけど、大丈夫ですよね。まあ前回も特にそういう問題なかったあ、なるほどね、まあ大丈夫じゃないかなと思います。はい、わ、はい、かりました。じゃ あ、 じゃあここで皆さん個人個人で活動してるってことなんで、はい、各自 PR があれば、うん、個人の PR 活動、PR タイムということで、はい、はい、どうぞ拒否せない俺もそういうルールだな、はい、どうぞ。ホップバンクっていうユニットを組んでるんですけど、はい、まあ、エイジ35という相方がいておりまして、はい、で、まあ、僕ポリープたかしと2人で、はい、なんとこっち上京して CD を、はい、作りました。はい、はい、
皆さんの協力のおかげです、はい、11月23日に、はい、ここ下北沢ブルームーンで、はい、レコハツライブやります。いいよ。ぜひぜひ来てください。はい。そして CD を買ってください。 CD はどうやって買うの？買えるんですか？手売りです。手売りで、はい、はい、1000円で売ってます。なるほど。じゃあライブ会場で買いに来てるんですね。そうですね、はい、あとは僕ら見つけてくれたら。どうやって見つけるの？東京やぞここ。そういう感じですね。はい、よろしくお願いします。はい、あとは皆さんないですか？はい、はい、どうぞ。挙手制でいいんやんなこれ。暗黙の了解やぞ。私ですね、トシキと申します。はい、まあ、アコギを弾きながら歌ってるんですが、はい、レーベルに一応所属してやってるんですが、はい、そのレーベルのイベントがありましてですね、はい、こちらが12月の21日ですね、はい、こちらがまあクリスマス前ということでね、ワンダーギフトクリスマスプレゼントっていうタイトルで、はい、イベントの方はレーベルの仲間と一緒にやらせていただきます。はい、こちらが池袋にありますルイード K3 さんでありますんで、はい、もしよかったらね、サンタクロースに僕たちがなりますんで、ぜひプレゼントもらいに来てやってください。はい、あと着歌とかもね、メロドット JP さんからトシキで検索してもらったらパーンって出るんで、冬に志す気と書いてトシキです。どうぞ検索だけでもねしてもらったアメブロとかいろいろやってるんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ぜひレーベル名を教えてください。レーベル名はワンダーエイムミュージックでどうぞ。ワンダーエイムミュージック、ワンダーエイムミュージックです。はい、わかりました。はい、はい、さあ次は、はい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 、お前ないやろ、嘘つけ。はい、授業参観か。今からやろうとしたぞ。どうも、改めまして、はい、ポンズと申します。はい、役者をやっていますが、ちょこちょこイベント活動や、MC などいろいろやってるんですけれども、はい、下北沢スローコメディファクトリーというイベントスペースが、茶沢通りをずっと行ったところにございまして、はい、そこでちょっと、ケーブルテレビのオンエアには間に合わないんですけど、うん、YouTube に、すぐアップさせていただけるということなので、はい、ここで言わせていただきたいんですが、10月の29日ちょうど来週ですよね、これが、はい、今日が22日なんで、はい、10月29日土曜日、はい、その下北沢スローコメディファクトリーで、はい、ハロウィンイベントをやることになっておりまして、はい、で、ある占い師マシーナさんっていう占い師の方がメインに立って、そこに僕と、実はホップバンクさんも、はい、一緒にそのイベントを作っておりましてですね、はい、まあゆるっとしたくだらないパーティーゲームだったりとかトークだったり、それぞれのパフォーマンスだったりを用意しておりますので、ぜひ遊びに来てください。で、19時受付開始、19時30分スタートで、料金が2000円なんですが、仮装してハロウィンなんでね、仮装してきていただくと500円引きになります。はい、何の仮装でもいいの？それは何でもいい、仮装やったら。で、僕らも仮装します。はい、お、はい、体張ったパーティーゲームとかもございますので、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、告知します。はい、さっき、今回参加させていただくことになりましたさやかです。はい、さっき舞台音楽作ってるっていうお話をしたんですけども、はい、ちょうど1ヶ月後ですね、11月の23日から28日まで築地本願寺のブディストホールで、はい、舞台がありまして、はい、ザ・ファンキー・パイレーツ海賊船という劇団様の、はい、ピース・フォー・ユー・アンド・フォー・ミーという戦後の広島の話ですね、その舞台があるんですけれども、はい、そちらで音楽を担当させていただいてまして、で、劇場で一応サントラを販売します。で、そちらの方で音楽流れてますので、私は役者としては出てないですけれども、すごくあったかいお話になってますので、もしお芝居興味ある人いましたら、ブログとかで詳細アップしてますので、見に来ていただけたらと思います。はい、なんでよろしくお願いします。はい、わかりました。はい。告知です。はい、ですね、以前上川さんにもね、はい、僕のバンドのバラカっていうバンド、はい、取材来てもらったんで、はい、オンエアもしてもらったんですけども、ね、トリオでね、プログレッシブロックのインストバンドやってます。はい、年内のあとライブはですね、11月にちょっと関西行きまして、はい、12月3日、東京吉祥寺のシルバーエレファント、あと12月14日、はい、これも、東京下北沢、このブルームーンからすぐそばの、クラブ251というところで、はいはい、イベントライブに出演します。はい、で、残すところ都内のバラカの今年のライブはその2本ということで、ぜひ来ていただければと思います。で、www.barakarock.com、 これホームページですので、はい、ぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ
これであのインタビュー終わりますけど、さあここから公演が始まるんですね、はい、もう間もなく会場で、はい、ようやくや、ようやく本番を迎えることが、ね、できました、はい、精一杯やらせていただきます、はい、いただきたいです、ね、はい、じゃあスタートの前振りをちょっと欲しいところなんですけど、はい、やりましょう、はい、パン頼む、はい、いきますよ、はい、じゃあ行きましょう、ノンジャンルパフォーマンスユニットボッコボコ第2回公演茶番劇、ご覧くださいロックンロールこれやらされたんだからね、これ一人ぼっちで寂しくて、という曲を歌わせていただきました、私はいつもピアノ弾き語りをしてるんですけれども、今日はあのせっかくなのでギターのアーティストの方と一緒にやらせていただきました、私は今回初めて一緒にさせていただきます、さやかと言います、よろしくお願いします。ですね、今日一応今日はですねあの本番はあのボコボコって言ってポン酢とがスタンバイしてます、ポン酢と、でポリッタガシとトシキの3人でボコボコって言うんですけど、いやいやお待たせ、ほんともう嫌やろさやちゃんいいの、いい歌やんか、もう俺も久しぶりやん、あどうも田沢ですお世話になってますね、ボコボコ言うてね、なんかやってるらしいけど、なんや私
今日オープニングアクトいうの、あ、前座っていうの、あ、そんな呼ばれてるんやけど、いや遅刻してしまう、いや遅刻、悪いことしたな、いやそういうことでね、遅れてしまったんやけど、なんかまあまあオープニングゲストになんかやれ言われてさ、急にそんなこと言われたってわかれ、よろしくお願いします。あ、まあ頑張ってな、あらよろしくお願いします。あら、いやよはこうやってな、年寄りをこうほったらかしにする感じ、せーの世の中って怖い、こうなって、私もなんか背中にいくとどうしよう、コント売店いらっしゃいませ。さあ、玉こんにゃくに五円餅、熱々のコロッケにアイスクリームはいかがですか。さあ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、あ、いらっしゃいませ。何しましょう、どれも美味しそうやろ、どれも美味しいんやで、うん、玉にゃくと五平餅、はいはい、2つで500円になります。玉こんにゃくと五平、あんた、ちょっとあんた、五平餅あんの、いや、さっき役を言うてたやつは、ああ、やらへんがな、ちょっとお客さん来てるから、いやごめんなさいね、五平餅今焼きた、大丈夫、いやいや、せっかくやねんか、食べときて、五重餅焼きたって美味しいよ。あんた、ちょっと五重餅どないになってんの、だからさっきからな、何をしてんねんな、あら、世界体操で内村選手が3連覇。やっぱこうちゃんちゃうわ、私こうちゃんやってやろう思ってたもん。やっぱりね、日本の誇りよこうちゃんは。そうよ、だってイケメンやし、あの筋肉、あ、はいはい、いた。やんちゃな柱やで、ほんま、私いつもぶつけるのよ。大丈夫、大丈夫よ、私こう見えても石やった五平餅が、あ、いやいや、私ったらてっきり自分のこと心配されてると思った、ほんまに大丈夫な、あ、そう、焼きたって美味しいよ、あ、まあ、卵の焼くで200円になります、はい、はい、どうも、毎度お気に、はい、ありがとうございます。あ、いらっしゃいませ、僕たち小学生、あ、5年生、あら、アイスクリームね、はい、250円になります。今日は何や、え、あれか、遠足できたんか、あ、修学旅行、東京から、あら、ほな、ここ来る峠大変やったよ、ここの峠カーブ多いからな、大丈夫やった、か、みんな強いな、ほぼちゃん関心やわ、はい、ほら、アイスクリーム250円ね、はい、お友達は何食べるんかな、僕、そこの僕、危ないか、柵越えたらあかんな、柵越えたら危ないから、僕、そうや、内側で遊ぶんやったらな、おばちゃん何も言わんやから、ほしゃ怪我するからな、内側で遊ぶんやで、はい、スイトンね、はい、で、そっちの子が玉こんにゃく、あ、ね、キビとキビがアイスクリームね、はい、五平餅、あー残念やわ、五平餅たった今売り切れたところやねん、ごめんやで、ほな、スイトンが300円、玉こんにゃくが200円、ソフトクリームの子が250円やで、あ、ゴミな、ゴミなの、そこのゴミ箱してるときな、あんたちょっと忙しになってきたから手伝ったってや、あー、やらへんからちょっと出てきてよ、あー、どうなら、玉こんにゃくからいかな、あ、玉こんにゃく200円です、はいはい、どうも、水筒今出すからな、あら、ちょっとアイスクリーム作って出しちゃって、いいから作る、2つやで、2つ作りや、水筒今出すからね、何やってんのあんた、はい、スイートの子お待ちどうさま、暑いから気ぃつけて持つんやで、はい、どうも、はよ出しよ、はや、二つや言うたやないの、ほらほら、アイスクリームの子お待ちどうさま、はい、250円ですね、はい、ありが、あら、ほら、言わんこっちゃない、えらい、こぼして、あんたらもうこれ吹いたり、これで、僕もあれや、水筒やなくてコロッケにしとき、なっ、おばちゃん故障したるから、
いや、かまへんよな、コロッケの方が美味しいからな。いいのよ、ほら、これあの子渡したって先生には内緒やで。うん、あ、あんただバス戻ったらちゃんと着替えるんやで。うん、せっかくの修学旅行やねんから、みんなで楽しい修学旅行にしよ。はい、はい、さようなら。あ、いらっしゃいませ。何しましょう。どれも美味しそうやろ。どれも美味しい。コロッケ2つ、コロッケ2つ400円でいきます。うちのコロッケ絶品やで、熱々やで。あんたらみたいに熱々やからやけどしないや。違うか。あ、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 あんたらの野球は観光できたんか。あら、初めての旅行かーいわな。ちょ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 、待ち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 、あんたちょこっちけ。ほらな、これおばちゃんからのプレゼントや。マムシドリンク。いいのよ、これおばちゃんが後で飲もう思ってたやつやから。ああな、初めての旅行やったら夜長くなるやろうからな。違うか。あ、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 それにしてもお兄さん、藤木直人に似てるって言われるやろ。男前やもん、肌なんかツヤツヤして。なんやったらうち泊まるか、あんたらサービスするで。うちが。違うか。あ、あ、お姉さんに怒られへんうちにおばちゃん退散するわ。あ、写真撮ったのか。なあ、記念やし、せっかくが1枚ぐらい2人で撮ってるんだからな。あ、撮るよ。はい、チーズ。違うか。あ、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 はい、チーズ。いや、最近のデジカメ言うたらえらい綺麗に撮れるな。おばちゃんこんなに綺麗に写ってるわ。あ、消したらあかんで。うん、それにしてもあんたら今日は運がええで。これからロープウェイ乗るんやろ。今日みたいな天気のええ今も景色はよう見えるやろうけど、昨日なんかな、霧がすごうてロープウェイ止まったんやから。そうよ、ロープウェイ運休なんておばちゃん初めてよ。遊んでからな、上登るやろ。上にな、望遠鏡あるからそれ覗いてみ。今日みたいな天気の日だったら山ツバメの巣見れるで。あのな、めったに見れるもんちゃうから見とき、見て損せえんから。おばちゃん詳しいやろ。そら毎日山見てるもん。おばちゃんくらいになったらな、その日の風で今日の天気が分かるんや。うん、今日ええ天気やっぱ一日中晴れやな。ほんまあったら運がええで。おばちゃんここ来てどんくらい。おばちゃんここ来て1ヶ月や。ほな、茶番劇楽しんで帰ってね。あんたら楽しんで帰るよ、ほんま。共鳴する答えと答えが数ある出会いの中で、限られた時の中で共鳴する未開の答えはきっと一つだけのディスティニー。
Yeah.